韓国外交部の林聖男第一次官は14日午前、米国務省のフェール新任国務次官と電話会談し、米朝協力の重要性を再確認した。林次官はこの日の会談で、先月30日に就任したフェール次官を祝福するとともに、 朝鮮半島の完全なる非核化及び恒久的な平和定着に向けた南北米韓首脳会談などが予定された状況で、実質的な進展を引き出すために米韓協力が禁用だとし、米韓外交当局間が緊密に協議していけることを望むと明らかにした。これにヘール時間は米韓協力の重要性に共感し、信任として今後、 韓国側と緊密に協力していくと述べた。